うちの親父の本家、うんうんうん、が結構古くから盆栽屋をやってましてね、うん、戦前大正明治ぐらいかなぐらいから始めたんですよ、うん、っていうのは江戸の一番最初は江戸の日比谷とか、うん、あの辺が一番盆栽の発祥の地なんですよね。で、あっちの方がすごく盆栽には人が多くなっちゃって、うん、適さないから、うん、まあ江戸の財ですよね、巣鴨、うん、巣鴨の方に盆栽屋は随分移ったんですよ、うん、でうちの本家っていうのは、うん、巣鴨の財で農家やってたんだけど、うん、その盆栽屋をその明治大正まあそのぐらいの時に始めたんですね、うん、で最初のうちはそんなに腕は良くなかったので、うん、上野のなんだっけ根津ですか根津、うん、根津近辺の職人さんを使ったりなんかして、うん、でやってたんです、うん、根津っていうのはもつから職人さん職人さんがいろんな意味で職人さん多かったみたいですよね。うんでその人たちはものすごい技術を持ってましてね、うん、なんていうかなその昔はそのうちだけではなく、うん、旦那衆がいっぱいいました、うん、で盆栽っていうのは旦那衆の、うん、趣味みたいなもんで、うん、旦那衆っていうのは、うん、いわゆるどっかの、企業の社長さんとか、うん、そのだお大臣なんていうんだそのお大臣ですよね、うん、そういうところをこう点々と回って、うん、そこのうちの盆栽の手入れをしたりなんかしてたんですよ。旅して回って、うんうん、それでその旦那衆の、うん、その盆栽の手入れをしてそれで旅してたっていうのは全国展開で旅をそうそれが盆栽職人の始め、うん、そう、うん、へえまあそれでうちの方戻るんだけど、うん、うちの方は、うん、親父だからおじいさん俺からするとおじいさんの、うん、ひいおじいさんか、うんうんうん、その辺から始まってるんだと思うんだけど、うん、その人たちはもう最初は百姓やってたんだから、うんうんうん、あっちの方で。で盆栽のその技術なんかなかった、うん、だけどその根津の方のその番頭さんが来て、うん、そういう人たちの仕事を見ながら、うん、まあ手に職をつき盆栽を、うん、作れるようになってたんですね。へえ、うん、じゃあ教わりながら学んでいったってことなんですよね。そうですね。で何人か盆栽村に行ったりなんかしてましたけどね、うん、でうちの親父は盛大なもう今は亡くなっちゃったんですけど盛大園さんという、うん、方と非常に好意にしてて、うん、でその盛大園さんっていうのは日本で指折りの盆栽屋で、うん、盆栽協会の組合長とかそういうことをやったりなんかしてたんですね、うん、その人が今の大宮の盆栽村とか、うん、を先頭に立って やりました。へえ、うん、でまあ好意にしてた
もんだから、その、うん、そのお手伝いをあのうちの親父とか、あの親父の兄貴とかが、うんうん、あの手伝ったりなんかしてました。うん、で株をあの株を買って、うん、それでその株であの辺の土地を買ったり借りたりなんかしたんですよね。株っていうのは株式の株ってことですか？なんだろうな、あれ証券なのかな、うん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 、僕なんか子供の頃ね、うん、こんなにありましたよ、証券が。じゃあ投資家だったってことですかね。とあのやっぱりほらあのそういう根津とかそっちの方も、うん、まあ東京はもうものすごく発展してきちゃったから、うん、東京で盆栽をやることは困難になったので向こうに移ったんです。で向こうで向こうで盆栽を始めた人たちがかなりいましたよね。うん、俺はお宮最初はあっちの方で盆栽できるのかななんて東京の業者たちはあれだったけど心配してましたけど、うん、戦争で帰って焼き出されちゃって、うん、東京の盆栽屋さんはもうほとんどいなくなっちゃったんですよね。あで盆栽の主流はもう大宮の方に変わって、うんうんうん、現在に至ってるんですけどね、うんうん、どん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 やっぱりその盆栽をやる環境っていうのは、うん、なんていうんですか、ある程度その都会の波を逃れて、うん、地方に移ってきてるんですよね。うん、お宮から花園とかあっちの方にも随分盆栽屋さんが増えましたしね。へ、うん、だん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 こう北とかその地方にこう広がっていって、うん、今に。あ、最初は本当に台東区の上野の根津からあの辺から始まったってことなんですかね。そうですね、うん、その辺にいい職人さんがいっぱいいたと。うん、まあその当時はほら江戸の飾り職人とか、うん、そういう人たちもあの辺にいっぱいいましたでしょ。それと同じなんです、盆栽は。飾り職人っていうのは、うん、なんか飾る江戸の飾り職人とか、うんうん、関西市とかね。あ、それから小さい小物とか、うん、タンスとか、うん、鏡台って昔ほら女の人が鏡を置いてこう、うん、ね、ああいうものだとか、それからお膳とかね、そういうものを作る飾り職人なんかはいっぱいいたらしいですよね。うんうん、本当にじゃあ技術を提供する町だったってことなんでしょうね。あの辺はね、うーん、今も少しは残ってるんですかね。どうかな、もうないでしょう。ほとんどないですよ。うん、僕が若い頃まではいましたけどね、うん、もう亡くなっちゃって、うんうんうん、そうですね、今、まあ僕の知ってることはそのぐらいなんですけどね、うん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 。